スノーマン岩本テル&白石麻衣、見つめ IQ 接近、恋する警護24時、場面写真解禁少年忍者、織山尚の出演も決定。スノーマンの岩本テルが主演、女優の白石麻衣がヒロインを務める2024年1月13日スタートのテレビ朝日系推しドラサタデー、恋する警護24時、毎週土曜夜11時から、初回拡大スペシャル、より、場面写真が先行公開。合わせて、少年忍者、織山尚の出演も発表された。岩本テル&白石麻衣の急接近ショットが解禁。今回公開されたのは、感情を一切表に出さずに無表情でスンと直立する岩本と、そんな岩本に対して険しい表情を見せる白石の2ショット、ラブな雰囲気を感じさせるどころか、二人の仲は最悪、という雰囲気が漂うシーンとなっている。本作は岩本扮する武骨でストイックなボディガード辰之助が、白石演じる負けず嫌いな弁護士、理科の24時間警護を受け負うことになるのだが、辰之助はよく言えばストイック&真面目、武骨かつ優秀だからこそ一切、融通の効かない男。一方のりかも、口が立つ上に自分の考えを曲げない頑固者で、弁護士として行動を制限されることを嫌がり、警護相手としては手強い存在。そんな二人の気が合うわけもなく、出会って早々に相性の悪さが露呈する。